シリーズウィークエンド西村です。今週は「LGBT 法案の本質と洗脳に注意を」というタイトルでお送りいたします。えっ、ー、とですね先週皆さんご承知のように衆議院の委員会で LGBT 法案が可決しました。そして今週ですね まだこの番組を収録している時点でどうなるかは分かりませんが、えー、参議院に送られて参議院の委員会そして参議院の本会議あその前に衆議院の本会議で、えー、委員会を先週のその委員会の可決を受けてですね、えー、採決が行われます。それででこ、まあ、この時点で言えることは、えー 可決されます衆議院ではあ間違いなくうそして参議院に送られますでその後参議院で委員会並びに本会議でどうするかということなんですがスケジュール的にその16日がですね参議院の本会議がありましてそこでその採択になるのではないかと言われていますで問題はだからそこで多くの参議院議員がですねまともな 常識に、えー、立ち返ってもともと参議院というのは良識の府というそういう代名詞があるぐらいですからあそこで各議員がですね、えー、きちっとした判断をすればあこれはあの与党があ賛成して自民党の,そのお部会で非常にご利用し的な 形で要するに官邸の意向で、えー、成立してしまってそしてその委員会に送られたという過程があったわけですがそういったことにやはりあの抗議をしてですね、えー、どれだけの参議院議員が造反できるかということによって、えー、可決するかどうかというのがあ分かるわけです。し、えー、しかしこのい 番組を今収録している時点でどうなるか分からないんですがあまあもしかしたら可決しないかもしれませんがあ可決してしまう可能性も当然あるんですね参議院でも大量にその造反議員が出なければですね、えー、つまり自民党の,議員で、えー、の参議院議員で、えー、法案成立に反対票を投じるかあるいは棄権する。 そういう議員が増えれば可決しない可能性もあるわけですねただいずれにしてもですねこういうところまで来てしまったということはこれはあのやはりこの法案の持っている本質が何であるかということを知らない人があまりにも多すぎるわけです。と同時にですねその LGBT 法案の洗脳に注意をということも申し上げましたが。 えー、例えば、えー、今週の月曜日にですね、えー、こんなニュース原稿があったんですねこれはあのテレビ朝日のお「ワイドスクランブル」という番組の枠の中での,そのお一般的なニュースを紹介するコーナーでもって、えー、アメリカで LGBT 法に関しての「 反対派と賛成派があの厳しくその対立したとロサンゼルスで行われたあ LGBT 法に賛成する人たちに対しての反対派のデブもあってそしてトラ,ブトラブルもあったということを報道した時にですね、えー フロリダ州のデサントス知事に代表されるように。反対する勢力による分断が。アメリカの分断が広がっていると。いうような、そういうニュース原稿が何気なく挿入されてるんですね。で、それ全くの嘘なんですね。あの。アメリカで。その連邦法でもって、国全体の法律として、L. G. B. T. 法があるわけでもないし。 えー、LGBT 法を制定している州というのは13州しか,じかあるいは14州しかないわけで、えー、全50州のうちですねはるかに反対をしているあるいは可決していないそういう法律を作っていない州の方が多いわけですね。でむししろお LGBT 法をその制定した州の影響力によって 自分たちの住んでいる場所もおかしくなってしまうということで、えー、そういった流れに待ったをかける反 LGBT 法のような法律ができている州が非常に増えてきているわけですね最近。ですから反対派がいるから分断を進めているというのはこれは明らかな情報操作なわけでそういう言葉がですね さりげなくその一般のニュース原稿に入っているってことは、そのニュース原稿を書いている、えー、テレビ朝日の人間がですね、完全に洗脳されているかバカか、あるいは意識的な工作員かどっちかなわけですね。そのことをまず気づいてほしいわけですね。それで、えー、これはあの先週6月10日に明らかになった記事があります。 伊勢新聞という三重県の地方紙が書いた記事なんですねそしてこれがあの、まあ、私いつもポータルサイトのヤフーニュースの批判を結構してるんですがきちっとこういうニュースを拾ってくれることはこれは評価したいと思います。それでそのというのは一般メディアが全く報道しないわけですよね。で何が起きたかといますとこれは えー、三重県の出来事なんですね。えー、津の警察署が十、えー、あ六月の八日にですね、建造物侵入を疑いで津に住んでいる職業不詳の五十四歳の男を現行犯逮捕したとそういうニュースになってます。えー、これです。これちょっと画面をご覧いただければと思います。女装して女性用浴場侵入津 容疑の男私は女だと否認見えこのヘッドラインが示しているようにですねこれは LGBT 法が成立したあとはですねこういうことがいっぱい起きるよと反対派の人が今まで随分主張していたことですねしかしこれがあの日本の特にテレビ地上派のメディアによって 大きく取り上げられることはなかったわけですが実際にもうこういうことが起きてしまったわけですねそしてこの時自民党で LGBT 法を推進していた福井県のです、ね、衆議院議員稲田朋美議員がですね「こんなことは絶対起きないと」と法律は通ったからといって女装、えー、して女性浴場に男が入ってくるなんてことは。 起きないと言っていたわけですよね法律はできる前からもう起きているわけですよこれ,でこれもだから騙されてはいけないということなんですね政治家がどれだけ嘘を言っているのかということははっきりこれ分かったニュースだったわけですでちょっとご紹介します逮捕容疑は同日午後9時20分ごろ。 津市白塚町の公衆浴場の女性用浴場に正当な理由なく侵入した疑い同署によると湯船に浸かっている別の女性客が気づいて店員を通じて通報駆けつけた署員がその場で逮捕した男はスカートなどを身につけて侵入したと見られ私は女だと容疑を否認している。 これ要するにです、ね、LGBT 法の中に出てきまして出てきている、まあ、実際その制定さ,さ,れる法されるかどうか、まあのまあ、現時点でまだ分からないわけですがおそらくされるだろうと思われている法律の中に入っている、えー、ジェンダー・アイデンティティという言葉これはあの賛成派の 維新が使っていた言葉ですねジェンダーアイデンティティそれを自民党がその言葉を入れて、えー、これを通そうとしているわけですね、えー、自民党は政治人という言葉だったんですがそれが危険だということで反対派がずっと主張していたわけですそして言葉をご,ごまかして政治人という言葉をごまかしてですね、えー、ジェンダーアイデンティティなんて全く意味のないですね、えー 英語を使ってここでまた騙そうとし,たわけですよ、ね、しかし同じことです。つまり、えー、生物学的に男か女かということとは関係なしに自分がどう思うかそれを多様性と称してそ,その権利を認めろそれが前提になっているのが今。 欧米で大騒ぎになっている L G LGBT 法の大欠陥との中の一つにすぎないわけなんですがそれがですねまだこの法律ができる前からこういう形でもう事件として、えー、もう起きちゃってるわけですよね。だからこんなことはありえないと言っていた稲田朋美議員はこれはっきり言ってあの説明をするですね 責任があるわけですねこれ少なくともその,与党の中で通った法律案なわけですそしてしかも衆議院を通ろうとしているそしてなおかつ参議院も通ってしまうかもしれないというそういう法律なわけですね。えー、でそこでこういうことがもうすでに、えー、起きているわけです。これがですね で現時点ではこれこの通報によって、えー、警察はこの54歳の女装していて女装して入ってきて、えー、女性用の浴場に入った男をですね逮捕したわけですが、えー、その時に正当な理由なく侵入した疑いというそういう警察発表が あるわけですがもし LGBT 法が成立するとですねこういう逮捕ができなくなる可能性が非常に大きくなるわけですね正当な理由なくではなくて正当な理由があると私は女だと否認してこの罪状を否認しているわけですねこの逮捕された人間は。だから 本人が女だと言っていればですね。逮捕できなくなってしまうわけです。むしろ逮捕した警察の行為が人権侵害にあたるということになるわけですね。ここで大きく位相が逆転するわけです。これがその一番、えー、恐ろしい現象なわけで、えー、法治国家であるとですね。そういうことになってしまうわけなんですね。 ですからその法律がですね一体何をもたらそうとしているのかどういう結果になるのかということをこれあの政治家政治家はもうほとんどバカな人ばっかりですから、まあ、今の国会の状況を見ていれば分かりますよね総理大臣から末端の議員に至るまで本当に何も考えていない人間ばかりなわけです。そそういった、えー、状況でであるからここすねこれ 国民一人一人がですね有権者として主権者としてですね大きな声を上げなければいけないわけですよ。そして危険に対して自分たちがどこに連れて行,くの行かれてしまうのかというそういった状況をきちっと判断してそして声を上げなければいけない。えー、怪しい動きにはストップをかける 行動しなななけければいいいととうことなんですねしかし洗脳されているとしかもメディアの情報操作がその上それに加わっているわけですからあこの法律は多様性を認める法律なんだと一見いい言葉なわけですが現在もそのもう何年も前からアメリカでこういう動きが大きくなってきてですね 今起きているのは例えばイスラム教徒とキリスト教徒が一緒になってデモをして LGBT 法に反対をしたりとかですねそういうことが起きているわけですね多様性を認めるんだったらばキリスト教徒の教義あるいはイスラム教徒の教義も認めなければいけないわけですよね。ところがそれが LGBT カルトという 考え方によってですね。えー、多様性を本来認めなければいけないという前提を。否定してしまうわけですね。多様性を認めるということ。を打ち出して大義名分にしていながら。実は多様性を認めないで。L. G. B. T. の教義。L. G. B. T. 教というまあ例えば宗教だとするとですね。その。 カルトの教義が一番前提になってしまってそれに反するものは全て多様性を否定するというねとんでもない多様性否定のここで逆説的なですねファシズム的な全体主義がここで完成してしまうということなんです。これあのオバマ政権の時からこういうことが行われていて。 まあ随分アメリカはやっぱりおかししな国だしね実権国家だし変なふうになるだろうと、まあ、昔はかつては禁止法という法律があって,あってその時はですねマフィアがですねそれを逆手にとってですね先の密売をやってボロ儲けをして犯罪の温床にした、まあ、そんな歴史もあるわけですね実権国家ですよねアメリカなんていう国は。 しか経っていないそれが建国以来2600年の日本がそんなものに影響されていいのかどうなのかっていうまともな判断を一人一人の日本人はするべきなんですねですからそれがこの LGBT 法の本質を見誤,見誤ってはいけないということなんです。ではその本質は何か お話しします